クーペモデルブルックランズは、イギリスの自動車メーカーである、ベントレイモーターズが製造、販売していた高級車である。1992年、ベントレイミルザンヌとベントレイエートを置き換えるため、導入された。ベントレイターボアールの廉価版として企画され、ターボアールと同じスタイルで、エンジンも同じロールスロー一斉6.75リットル V 型8。 企筒エンジンだがターボチャージャーは搭載されなかった。1998年、ブルックランズはベントレー・アルナージに置き換えられた。2007年のジュネーブモーターショーで2ドア4シーターのクーペとして、ブルックランズの名前は復活し、2008年から発売された。ブルックランズは、 ロールスロイス社で1980年代から1990年代初頭を通じて使われていた角バッタデザインを引き続き採用した。エクステリアデザインは古典的なウォーターホールグリルや4頭ヘッドライトを特徴とする。多くのベントレイやロールスロイス社と同様、ブルックランズは加工するトランクリッドとクロムのビリピラーをトレードマークにしていた。 インテリアは従来のベントレイのモデルから変更は少なく、センターコンソールを取り巻くレザーがより曲線美を持つようになった。ステアリングホイールやドアパネルも変更はなく、インテリアは引き続き豊富なウッドパネルに囲まれる。ブルックランズのアメリカでの価格は156,500ドルからである。ブルックランズは6.75リットルロールスロイス製。 V 型8気筒エンジンと4速 AT が搭載された。後輪駆動で前後とも独立喧嘩である。ブルックランズは他の超高級車より大きく、全長は 5370mm、ホイールベースは 3162mm である。ベントレーブルックランズクーペは、伝統的な高地ビルディングの技術と職人の技術を用い、手作業で組み立てられる。 トータルの生産台数は550台を予定しており、2008年前半に出荷開始された。ブルックランズは6.75リットルロールスロイス時代にルーツがあるツインターボ V 型8気筒エンジンを搭載し、最高出力395キロワット、最大トルクは1050ナノメートルを達成し、V8 エンジンの中で最大のトルクを達成した。 5.0秒で時速 97km に達し、最高速度は時速 296km に達した。オプションの SGL カーボン製の14イン、ブレーキディスクによる炭素繊維強化炭化系素セラミックス複合材料のブレーキシステムにより、ブルックランズは市販されている他の乗用車以上の制動力が提供される。なお、この新しいクーペには B ピラーがない。 ありがとうございます。